こんにちは、こんばんは、いつまるです。今回は山竹ゼロに運は国で行きたいと思います。前回上げた動画と違うところは、運にだとね、シェイクスピアのところがロビンになったよって感じなので、より周回パになったよって感じかな。で、運枠が、前回と同じでクシナダトナコじゃなくてパンプキーナかなんだけど、あとね、ワラベリオンがあと10体ぐらいかな。なのでワラベリオンが運極になったらクシナダ入れない、 OK かな。クシナダワラベリオンで行こうかなと思ってて、ジョヤベルンがね、今ね半分ぐらいかな、そう50ぐらいなんで、まあでもそれそうだね、運極になる頃、まあそうだね、ジョヤベルンが運極になったらどっちにしようかなって感じかな。パンプキーナーもね、もちろんいいんだけど、あれなんだよね、やっぱり SS ターンがね30って、まあメテオラからしょうがないんだけど、30がねたまらないんだよね。基本はクシナダがボス1で、パンプキーナのところがボス2で、ロビンもボス2かな、でクラマが最後だから、パンプキーナのところがボス2で打てなきゃいけないんだけど、でジョヤベルンがね、クシナダが溜まってれば OK、溜まる、ターンになってるから、でワラベリオンは18ってやったかな、だからそっちも溜まるよっていうので、まあそっちの方がいいかなっていうのはある。でもパンプキーナは強い、うん、スピード爆弾来た時の安心感はね半端ないよね。とりあえず OK で、まあ、基本的にあれだね、 これをクラマとロビンに当たりながらやってれば、まあ基本的には大丈夫な気がするんだけど、いやでもね、ロビンが当たったのが何かしらの動画で言ったと思うんだけど、単発でね危機重心剤が始まって、あ一回行こうと思ってたから行こうって12時ちょっと過ぎたぐらいかな、で引いたらポロッ、そう単発でね、あの確定にすむなしでポロッてきたからびっくりしたね、え、まあ、まさにこんな感じだったけど、あれはびっくりした本当にね、あれが残る、これも珍しいね、こいつが残るの。ゲージはいらない、あ倒せないパターンこれ、まあ倒せなかったねまあ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 、で実際パンプキーの始まりが良かったけどね、さっきね、はい、まあ、良かった理由はやっぱり、クラマとロビンのね友情コンボを出せるターンが、まあ、長い方がいいんで、長いというか早く出したいねって感じね。これは弱点位置によって、これはいけるかな、 OK、 もうこれで倒せれば OK だね。あとハートもあるんで、OK、当たりながら OK だね。で中ボスの山竹はまあやらかすぎるだから、まあ、普通にやってれば倒せるかなって感じで、いやでもね、やっと運2でね回れるようになったから、そこは嬉しいね。昔苦手だったからね、もうめちゃくちゃ全然安定しなくて、 OK、 やっぱクシナダは強かったね。もちろんあの長期戦になっちゃうと、まあ、負ける率は高くなっちゃうと思うけど、
もう本当にやられる前にやるっていう戦法だと、勝率はかなり高いかな。これでいけたかな。で毒がないか。でここで突破しましょう。クシナラ6っていうのはあれ6あれ取ってないよね。短縮取ってないよね。どうしようかな。です。ジュアベルンだと、今5になってるのかな、チョンピーナのところだと。でもね、ワラベリオンもね、カミカがレーザーと浮遊城だったっけ、爆発持ってるから、そこもね良さそうな感じするんだよね。まあ爆発も時にね邪魔する場合もあるんだけど、いいような気がする。でそうね、ロビンの友情がねこういう時に強いよね。しかも弱点目の前だとね。ちょっとエラーが出てたので一回止めております。ギリギリ、危ない危ない。あと1秒ぐらいだったかな今。はい大丈夫だね、 OK だね。はい、やっていきましょう。で理想がクシナタ始まりなんですけど、ちょっと理想じゃない形になっちゃいましたね。まあでもまあいいでしょう。あとゲージ外そうかなと思ったんだけど、今これだったらとりあえず上に行ってきてよね。上に行ってきて上に行ってきて、まあでも悪くないような気がするので、まあこういうハプニングもねなきにしもあらずなんで、やってるとね。やっぱ痛いね。でもやっぱりなんで痛くない。次ストライクショット、ちょっとエラー起きてる。またエラーが起きてたかな。大丈夫かな。はい、でロビンがねいい位置に行ってくれたので、つらさないで今の。ロビン左に行っちゃうかなこれ。今いい位置だったんだけどね、行っちゃいますね。なるほど、ここで溜まってないのがねもったいないんだよね。そうだから今ので溜まってる運枠がいいですね。でロビンちょい焼けします。痛い。オッケー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 。これロビン入れるかなこれ。こういくか。ストライクショット。飛んで火にいる夏の虫ってね。なんで？西を耐えられると思えば、こたびは東か。今斜めに行っちゃったかな。ん、ちょっとミスっちゃったね。まあまあまあ、いけたんでよかったけど。ちょっと後で見返そう。でこれであとはあれを倒さないようにして。行きたいんだけど、一応ねストライクショット一応入れ番しないでよ。入れ番ダメよ。 OK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 。 あとはもうクラマレさよならですね。弱点がその真ん中の位置に来れば、これだと倒せないのかな。今はもう倒せるけど、ストライクショット。攻撃は逆効果だ。これは大丈夫だね。いやこれはもうボロボロだね。山竹ゼロボロボロだね。はい、OK です。
ちょっとクシナダがね、中ボス2かなで倒しちゃって、いつもの立ち回りではなかったんですが、まあでも良かったね。うん、さっきサンドロしてたよ。お、いいねいいねいいね。今4回やって7ドロかな。7ドロだね。いいね。はい、ということでここまで進んじゃった。まあいいや。今回は山竹ゾロに前回出した動画とほぼ変わらないんだけど、編成がね。でもシェイクスピアが山竹じゃなくて、ロビンフッドになったので、自分が組みたいパーティーでね、周回できているので、あとは運枠だね。が、パンプキーナから、ジョエベルンとか、あとは、ワラビリオンかな。になったら改めてね、動画撮りたいと思いますので。でもやっぱロビン、どうだろうね。クラマロビンがやっぱ強すぎるね。クラマロビンがやっぱ強すぎて、運枠だったらやっぱりクシナダが、めちゃくちゃやばいと思うんだけど、多分ね、ジョエベルもクソ強いと思うから、ちょっと早く使いたいなっていう感じ、運枠でね、使いたいなっていう感じでございました。まあ、でも3ドロしてくれたので良かったなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは、真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。